つでもどうぞ。バイバイ。大変、願いの音符が盗まれているわ。あれが悪用されたら大変なことに。おじい様、しっかり。どうしよう、このままじゃおじい様が。もしかしたらあれを取り戻したらおじい様が助かるかもしれない。願いの音符は音符の並び通り奏でると何でも望みが叶うらしいの。何でも叶う？あれでおじい様の怪我が治るかもしれないんだから。あ、待って、フォレット！行きますわよ。
強い妖気。苦しい戦いでした。行きますわよ。くたびれましたわ。行きますわよ。
苦しい戦いでした。行きますわよ。くたびれましたわ。ウィンディア、キャスパ、お姉様、お姉様、何かあったの？おじいちゃんが、おじいちゃんが、おじいちゃんが死んじゃったよ。え？そんな、おじいちゃんの体、どんどん冷たくなって。私のせいだ。私が殺したんだ。ルーティー、違うわ。あなたのせいじゃない。悪いのはサタンクローズ。すべてあいつのせいよ。ひょっとしたら、おじい様を助ける方法があるかもしれない。どういうこと？願いの音符を全部集めて、私たちの願いを叶えてもらうのよ。
おじい様を生き返らせてって。じゃあおじいちゃんは。まだ望みはある。さあみんな急ぎましょう。行きますわよ。苦しい戦いでした。行きますわよ。ここだ。この宮殿に最後の音符がある。そしてサタンクローズもいる。どうなってんの？ここ変な空間だね。奴の作った幻覚だわ。惑わされないように気をつけて、ボーボー。あいあい。
苦しい戦いでした。現れたわね、サタンクローズ。あなたの好きにはさせないわ。願いの音符を返しなさい。いやだもん。でも、その大きなマシュマロちゃんを触らせてくれたら、考えてあげてもいいかな。何よ。これと、あれ、変態だよ。変態ですと？失礼な。その禁句を言った者には容赦しないんだもんね。無稽無稽。願いの音符を返す気がないなら力ずくで取り返しますわ。こっちも力ずくでマシュマロちゃんを触っちゃうんだもん。力ずくなら負けませんわよ。あなただけは許しません。パラーアップ。お行きなさい。お行きなさい。
見て、サタンクローズが光の扉に吸い込まれているよ。やだ、バカになんか戻りたくないよ。その光の扉はあなたが自ら開いた罠よ。因果応報、もう一度魔界で反省しなさい。助け、これで終わりね。私は天地全能の神、カミーラオール。迷い者たち、願いを唱えるがよい。お願いします、おじい様を生き返らせてください。おじいちゃんを。お願いです、おじいちゃんを、おじいちゃんを。よろしい、空からの願い確かに聞き入れた。何か眠ってしまったのか。それにしても冷えるな。誰かおらぬか。よかったですわ、おじい様が無事生き返って。お前たちのおかげじゃ、本当にありがとう。どれ、今夜はクリスマスじゃ。お礼にわしが何でも願いを叶えてやろう。遠慮せず言ってみなさい。え、どうしましょう。何もいりませんわ。おじいさまが元気でみんながいるならそれで幸せですから。ほれっと、お前は本当に真面目で欲のない優しい子じゃ。ディオール邸に普段の日常が戻ってきた。フォレットはエンジェルたちの勉強を見てあげている。ほら、ここはさっきも言ったでしょ。うん、ジルバラードに来てまで勉強なんて。休憩しようよ、休憩。その問題解くまではダメよ、キャスパー。だいたいあなたは休憩したら帰ってこないじゃない。今日もディオール邸は平和な一日が過ぎていくのであった。